ルールはない、コードがある。コード、それはルールのように縛られるものではない、大人の流儀やこだわりである。揺るぎないコードを持つ8人の大人たちがそれぞれのコードを語る番組のホストは、数々の人気テレビ番組の構成や映画の脚本、ラジオのパーソナリティとしても活躍する放送作家、高須光義。大人のコード。この番組はルールはない、コードがある、ダイナースクラブの提供でお送りいたします。大人のコード、今回のゲストはシンクロナイズドスイミングという華麗にして過酷な競技と向き合う女性の方。それではご案内いたします。9歳でシンクロナイズドスイミングを始め、シンクロの女王として88年ソウルオリンピックで2つの銅メダルを獲得。現在もコーチとして子どもたちの指導を行うスポーツコメンテーター、小谷実可子。今回のコードは、気になることをね、早速ですけども、小谷さんを僕テレビで何度も、もちろん拝見させていただいてるんですけども、顔がちっちゃいでしょ今日僕横にいてるじゃないですか。かなり僕かわいそうな状態になってると思うんです。いや、寄らないです寄らないです。本当にちっちゃいですよね。ちょっと遡って聞いていきますけど、ソウルとかに行かれた時なんかは、はい、で優勝された時、優勝はどの、はい、メダルでしたっけ、はい、人生100としたら、はい、水の中どれぐらいいました。イメージですよ。はい、イメージ 6.5 から7水の中で、はい、1睡眠、1食べる、1振り付けとかトレーニングとか。あの振り付けというのは振り付けの先生がいらっしゃるんですか。いや、シンクロの先生が。あ、シンクロの先生と自分の意見を入れるんですか。いい、強い選手になると自分の意見も言えるようになります。じゃあもう完璧に入ってました、自分の意見も。もうソウルでメダルを取った後は、うん、先生これでいこうと思うんですけど分かりやすい性格ですねでもいいですよね。もうメダルという自分の目標も叶ったし、大会に行くと世界が私を待っててくれる。でもその次のバルセロナの時は、4年後は逆に、日本の中でも代表選手にはなれたんですけれども、結局最後の最後は補欠で終わってしまって泳げなかったので、自分の人生はもうシンクロ全てだったのが、急にそのシンクロで自分が必要ないとなると、自分は何のために生きているんだろう、これから 何のために生きるんだろうっていうところまで落ち込んでしまった時に、ひょんな出会いから、バハマの野生のイルカたちに出会う機会が訪れたんですね、はいはい、でそういうのに出会うと、なんて言うんでしょうね、すっごく目が深くて、目と目がこうやって合うと、もうどこまでこの目って奥行きがあるんだろうっていうような目をしてて、スーッと引き込まれるんですね。なんとも言えないんですけど、で一緒にそうやってぐるぐるこうイルカに合わせて回ったりとか泳いだりしてると、もう全てのことが体からこう剥ぎ落とされていく。その私はシンクロ選手だったんだとか、オリンピックのメダリストなんだとか、そんなもの全部全部もう日本人だとか、小谷実可子っていう名前なんだとか、なんか全部飛んでって、人間なんだっていうことも忘れてしまうぐらい、人としての源っていうんですか、原点っていうんですかね、こう生きている自分はこの地球に生まれ落ちて生きてるんだっていうことを感じることができる瞬間をその時迎えられたと思うんですね。今回のコードは常に己のスタンスを問うことってことなんですけども、はい、スタンスってなんかこう言葉のイメージだと、何かと自分のなんか距離っていうか、こうどう向き合うかっていう感じじゃないですか。シンクロの選手の時は向き合うというよりも、この中にズボッとこう入っているので、スタンスというより私そのものがシンクロっていう感じなんですね、感覚として。じゃあシンクロのねスタンスも、小谷さんのそのイルカに会ってからだいぶ変わられてきましたよね。そうですね、もちろんその選手じゃなくなったっていうこともあると思うんですけれども、もう本当に自分の生きている人生の全てがシンクロだったところから、
まあ、選手も引退してそしてイルカに出会って、うん、自分の本当の原点みたいなものができてからは、うん、本当に数あるいろんなツールの中のほんの一つでしかなくなったっていう感じですね。一個上に行きましたね、なんかね。上という上う。でもそうじゃないですか。でもやっぱりその要は信仰で培ったものもイルカと出会ってあの目が目と目を見つめ合ってからそれも一つなんだよっていうぐらいにこうもっとあなたは違うことがあるでしょっていうことを教えられるんですよね。はい、そう、その通りです。そうですよね、はい、その目が実は違う方になんか似てるとか。まあ何年か経って、うん、子供を産むことになって、うん、自分の子供をこうやって見てた時に、うん、あ、同じだと思って。そうやっぱ同じですか、イルカと。怖いぐらい同じですね。ていうかなので子供を産んでから、まあ、結婚して結構すぐ子供を恵まれたんですけれども、うん、イルカのところに行ってないんですね。行く必要がなくなった。あ、もうその目がここにあるから。はい、イルカはちゃんと生きろよっていうのがもうイルカから子供に。わかんない生活で見たらイルカ全然違う目してるんですよ。こんなドヨーンとした目かみたいな。ご自身のね、ご自身のコードは何かあります？これは、水の中にいる時も丘に上がっても一生懸命。一生懸命全てにおいて、シンクロの経験を通して、あるいはそのイルカと出会って何か人に出会うとか何かをするチャンス、きっかけが与えられるとかっていうのは全て意味があって、私の人生にこう積み上げるっていうか、こう訪れるんだっていうふうに感じるようになってからは、じゃあこれをやろうって決めたことはもう 100% やらないと気が済まないんですね。で今日もこれを頑張ったって言える自分じゃないと一日を閉じられない。なるほどね。ですこの運十年間で一生懸命やってると、次になんか、あ、お前こんなんどうっていうのと巡り合えるんですよね、はいはい、目の前のことを一生懸命やっていくと本当に次を与えてくださるので、ね、多分小谷さんも一生懸命シンクロやられて、はい、でその後、まあ、しばらくポカーンとした時間があったんですけど、イルカを今度は神様が巡らしてくれて、あなたはまた違うものっていうのを出してくるじゃないですか。何かをやっぱりね、志してトップ取るような人はやっぱそう思われてるんですよね。そう思わされましたね。その次になるものは神様くれました。今は目の前にすっごく、イルカの話をした後はすっごく現実的に感じると思うんですけども、日本にオリンピックを呼びたいんです。あ、2016年。はい、じゃあその2016年に向けて一生懸命、はい、僕もやりますので。そうですか、はい、どうか微力ながら。あ、ありがとうございます。またどっかでこの続きを話したいと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回のコードは常に己のスタンスを問うことでした。いかがでしたでしょうか。あのね、綺麗な方でした、はい、水の中でも綺麗ですけども、あの方やっぱし陸に上がっても全然綺麗な方ですよね。そうですね、エレガントな方でした。あとね、考えてるのがやっぱりね、でかいですね、はい、まあ、でも素晴らしい女性でした、はいはい、ありがとうございました。さあ、そんな揺るぎない行動を持つ大人をサポートするダイナースクラブからのお知らせです。ゴルフを通じて会員同士が深める交流がダイナースクラブならではのメンバーシップを物語ります。日本を代表するトーナメントが開催される名門コースを会場に会員限定オープンコンペを開催。プロが真剣勝負を行うタフなコースへの挑戦ですら楽しむ余裕、それがダイナースクラブ会員がたしなむ大人のゴルフです。さらにキャロウェイとのコラボレーションゴルフグッズを期間限定で展開。これからもコラボグッズが登場する予定です。いつまでも挑戦し続けたい、充実したゴルフライフもダイナースクラブとともに。現役時代自分の全てをかけて挑んだシンクロの女王小谷実可子だからこそ、一つの出会いを経て自分とシンクロのスタンスを問うことができた。この番組はルールはない、コードがあるダイナースクラブの提供でお送りいたしました。